8月30日登場予想激安 TS6 弾選手予想。ヤクルト高津慎吾投手2年連続なるか。阪神能見篤選手も2年連続かな。巨人阿部慎之助選手アーチの噂も。広島笹岡慎二選手3捨てがめちゃめちゃ高い。中日まさかの福留孝介選手ここ来たら激アツ。横浜鈴木孝則選手ついに TS で登場か。オリックス T 岡田選手これは熱いよ。ロッテ小野伸吾選手、福浦選手は他の選手見てなさそうだと思った。楽天銀次選手赤宮相手名字かっこよすぎないか。ソフトバンク森唯斗選手岩崎投手よりこっちの方がありそう。日ハム新庄選手ビッグボスはやっぱり日ハムでしょ。最後に西武涌井秀明選手イケメンすぎる。 TS6 弾は来ないと言われてますが個人的には来るかなと思ってます。コメント欄で皆さんの予想を教えてください。ありがとうございました。